腹が減った。腹が減った。行こうか。戻ってくるんだけどね。財布を忘れるとこだった。寒すぎる。マジで寒いな。マックゲットしました。帰ります。 帰ってきました。よいしょ。レッツライフトモハルキです。現在の時刻が2月6日の23時47分ということで、ほぼ0時でございます。ザーマクドナルドというわけで、今日ね、学校が3、4限あって、3、4限しかない日ってお昼ご飯食べるタイミング失っちゃうんですよ。で、学校終わり4時ぐらいにラーメンを食べるとですね、家に用意されてるご飯を食べるタイミングがなくなってしまうんですよ。そのお腹いっぱいすぎて。で、この深夜にお腹が空いてしまう現象が起こるわけなんでございますけれども、まあ今日も、まあ、例によってそういうわけでございまして、この時間にお腹が空いてしまいました。ということでね、もうとてもマックに行きたかったんでマックを買ってきました。じゃあポテト。立たないわ。そしてスクランブルコンジュース。最近知ったんですけど、シャカチキ、皆さんご存知ですよね。あのシャカシャカして食べるチキンがあるんですけど、それの粉だけをね、購入できるんですよ。ジュース。シャカチキのチーズの粉を単品で2つ買ってきました。これ1個ね、30円なんですけど、何をするのかと言いますと、これを注文した時にもう店員さんがもう分かってくれてて、この持ち帰り用の袋の中にもう一つ袋が入っております。何をするかと言いますと、このポテトを袋の中に入れまして、粉を入れまして、シャカシャカしてシャカシャカポテトをやるんです。マジでやった方がいい、みんな。俺この前なんかでこの単品で買えるのを知って、マジかと思って。もうさ、シャカシャカポテトってロッテリアにはあるんだけどマックにないのよ。そこだけちょっとね、マックダメだったんだけど、できるのを知ってマジかと思ってね。で、なんかの記事でチーズは2個入れた方が美味しいって書いてあったから2個買いました。というわけでね、まずサムネ取ろう。サムネ、オッケー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 。食べよう食べよう。いただきます。この時間のコーラ最高。まずはね、普通に食べましょう。楽しい。バーガー行っていいですか。バーガー、グランシリーズはグランベーコンチーズが一番美味しいと思ってるんだけど、みんなはどう？うわ、商品写真とは全然違うけど、深夜に見るとほぼ一緒に見える。いただきます。やばうま。シャカシャカしよう。
そう、ロッテリアと何が違うかっていうとね、まあもちろん味も違うんだけど、ロッテリアは320円ぐらいするわけですよ。しかもポテトの量はもうマックの S プラスちょっとぐらいしかないから、ロッテリアって高いんですよね。美味しいんだけどすげえ高いの。でもマックはさ、今日これあのクーポン190円のやつで買ったし、これとか1個30円だから、まあ1袋でよかったら1袋で済むから、まあ220円とかでできるわけですよ。まあ、今回はね、2袋買ってるから、250円だけど、ポテトのクーポンってさ、190円がデフォだけど、たまにさ、150円の時あるじゃん。そういう時にやったらさ、もう最安で180円でできるから、もうロッテリアのね、だいたい半分ぐらいでできるんだよね。まあね、定期的にこういうね、ゆるゆる動画っていうのも撮っていけたらいいなと思っております。I love you. うわー、こんな感じですよ。見ても分かんないと思うけど、チーズの粉がいっぱいついてる。犯罪的。これやばいな。止まんねえ。このただチーズじゃないんですよね。少しこの胡椒が効いてるというか、やっぱこうチキンに合わせるようにできてるスパイスなんで、そこがまだ絶妙にね、いいんすよ。チキンに合うパウダーはポテトにも合いますから。チキンに合うパウダーはポテトにも合いますから。合いますから。うまっ。深夜に食うジャンクフードってさ、昼間とかよりも5倍ぐらい美味しいよね。マジでグランシリーズはさすがだと思う。マックになんだっけ、何年ぶりかのレギュラーメニューで入っただけあるぐらい美味しいよね。俺グランシリーズが出てからバーガーグランとあとスパチキしか食ってないもん。あんまり関係ないんだけど、最近このニベアのリップクリームを買いまして、前はね俺これの蜂蜜味みたいな、味ってか蜂蜜の香りがするやつを使ってたんですけど、なんかどっか行っちゃって、唇乾燥してその皮むいちゃう癖あるんで、なるべくこうそもそも皮をむけない状態に保たなきゃいけないんですよ。なんでこのニベアのリップクリームを愛用してるんですけど、これはなんかね、バニラ&マカダミアフレーバーっていう、なかなかいい匂いがする。ついちゃった。これえっちゃんさんもこれ愛用してましたね。まだこんなに残ってる。ロッテリアだったらもうなくなってますからね。ここがマックの強みだよね。 L サイズでシャカポテできるっていう。この行儀は良くないんだけど、スマホを見ながら食うマックがうまいんだよね。レオさんが動画上げてる。さて今回は冒頭結界でございます。ストライク。結局人生で一番強いのって運転っていう話じゃない。いや、プライベートすぎる。やばい、もう終わっちゃう。もうあと少しで終わっちゃう。いや、このさ、美味しいのが終わっちゃう瞬間ってすごい寂しいよね。食って人間の三大欲求じゃん。食欲、睡眠欲、性欲。やっぱその中で一番幸せを実感できる欲って、やっぱね、なんと言ってもね、性欲だと思うんだよね。完食。
ごちそうさまでした。最高の夜食だった。